ではマーケット情報です。日経平均株価は882円安。昨日までの3日で3000円近く急騰した反動もありますが、東京などでの外出自粛要請で人の流れ、消費が大きく影響を受けることを懸念、特に外食産業が大幅安となりました。為替は1円7銭の円高、110円40銭を挟んでの値動きとなっています。東海東京調査センター、千国さんの注目ポイント。 首都圏封鎖への警戒感。先進国の中では最も行動規制がかけられていなかったことが海外市場に比べ日本株の強さにつながっていましたがそれが一点。関東の経済規模は日本の GDP のおよそ4割を占めるだけにいかに自粛を強化して短期で感染を抑え経済活動を取り戻せるかに尽きると仙石さんは指摘していました。ででは、明日の予定です。 ソフトバンクが次世代通信企画 5G のサービスを開始します携帯音手3社では NTT ドコモ、KDDI がすでに 5G のサービスを開始していて利用者の獲得競争が激しさを増しそうですまた午後9時半にはアメリカの個人所得と消費の発表がありますアメリカの GDP のうちおよそ7割が個人消費ですので今後のアメリカ経済を占う上で注目です以下ご覧の予定となっています マーケット情報をお伝えしました